どうも、うずです。本日は音響の新しいスマホの話を改めてしたいと思います。名前の方もグランビーツっていう名前に正式に決まっていて、今年の2月下旬予定かな、発売予定らしいんですけど、面白い端末ですよね。音にやっぱり特化したスマートフォンということで、過去に出した中だとソニーのエクスペリアシリーズ、エクスペリア Z2 っていうのがそもそもハイレゾの音をこう出せますよっていうスマホを初めて出したのがスタートなんですけれども、それ自体が2014年ですね、もう3年前になりますかね、がスタートだったんですが、その時のソニーのエクスペリア Z2、 確かにハイレゾの音は出せるという話にはなってたんですが、それはあくまでソフトウェアの話であって、結局ポータブルアンプ、こういったポータブルデバイスが必要だったわけです。こういうのがないとそのハイレゾの音をハイレゾとしてちゃんとヘッドホンに出力化することはできなかったというものになります。これね、こういったねポータブルデジタルアンプ、まあこれだけじゃないんですけど、いろいろありまして、で今回発売されるその音響のスマートフォン、初めてそのハイレゾの音をスマホ単体で楽しめるという、まあ、形もちょっとねこれに似通ったデザインなんですけれども、ヘッドホン端子もねバランス接続と通常の端子がついていて、非常に面白いデザインになるみたいです。これはちょっとそのスマホじゃないんですけどね。で今回ちょっと私が寂しく思うのは、今回その話をね発表会などでされている方が、音響のこの新しいグランビーツ、私が利用しているこのデジタルオーディオプレイヤー DPX1 と比べても遜色ない音作りを作っている、それ以上の音を作った自信があると言われているんですが、価格の方がおそらく10万円を切る形で抑えられると思います。なのに本体にはスマホ機能もある、で内容の方もストレージで 128GB の容量を最初から突っ込んでいて、これ入ってないんですよ、ほとんどメモリーカード入れなきゃほとんど使い物にならないんですけど、入っていて最大 384GB の容量を入れられるそうなんです。曲とかまあ他のものもいろいろ含めて、まあ、スマホの機能も加わりますからね、容量は増えてしかるべきだと思うんですが、まあ、かなりいい仕様になってるようです。で Bluetooth の接続の方も最近よく私話題にしてますが、ハイレゾ相当の音を送れるという aptX HD も搭載してます。それなので 48kHz の 24bit データをそのまま飛ばすことができるそうです。だから aptX HD に対応している Bluetooth のシーバー、まあイヤホン、ヘッドホンだったらハイレゾ相当の音で音楽も楽しむこともできます。素晴らしいね。まあ、私自身はスマホの方は iPhone 7 Plus を利用していて、で音響の DPX1 を持っているので、まあ、今回のグランビーツに手を出すということはないんですが、ただ、まあ、これがね一つでまとめて使えるんだったらありがたいかなって思いますね。ただまあ使ってる端末が私は iOS なのでAndroid ベースのそのグランビーツ一つで済むかっていうと微妙なところがあるんですが、まあ何にしてもこれからちょっといいスマートフォンが欲しいな、そしてデジタルオーディオプレイヤーが欲しいなっていう方は、これ一つにねまとまってる端末なのでちょっとね検討してもいいんじゃないかなっていう商品でございます。で実際2017年1月時点ですと、なんかね調査によると SIM フリーの端末の利用者がなんか全体スマホユーザーの 10% ぐらいに達してきてるそうなので、やっぱりね格安 SIM を利用したフリースマホは、だんだん増えていってるんかなっていうところもありますので、まあ、その辺はちょっと各々の使い道使い方に合わせて選んでいただければいいんじゃないかなと思います。で本日の動画はちょっとスマホに関する話、まあ、デジタルオーディオプレイヤーに関する話も含めさせていただいたんですが、こんな動画になりました。普段からこういう話を緩い感じでトークしているチャンネルになりますので、もしこういうチャンネル嫌いじゃなかったらぜひチャンネル登録のもお願いいたします。ではまた別の動画でバイバイ。今日はちょっと左手 G ショックにしてみました